群馬の由美子です。今日は2023年12月15日です。動画を100本上げるぞと言って頑張りまして、121本の動画を上げることができました。そしておかげさまでチャンネル登録者がその500人ぐらいでね、停滞していたんですけども、777人、ご登録いただきましてありがとうございます。おみそちゃんのね、どんぶかやみニュース 21.8 万人、マドモアゼル愛の 15.1 万人、そしてドクターキムチャンネル824人、これらを追い上げております。応援よろしくお願いします。今日は国会が終わって、安倍派の議員たちが捕まるんじゃないかということでネットでも大騒ぎしておりまして、やっとこのことについて、副島貴彦先生が、お言葉を発せられましたので、皆さんにお伝えしたいと思います。これでね、岸田首相が記者会見でね、もう泣くのをこらえながら喋ってた理由が分かりましたよ。岸田首相の安倍派潰しはただの政界抗争、権力闘争ではない、統一教会の解体だ。副島貴彦です。今日は2023年12月14日木曜日です。私はずっと黙ってこの2週間日本の政界、自民党の政権政治家たちの動きをネットに載るニュースを追って見ていた。岸田首相が12月6日から急にパーケン資金還流キックバック問題という悪慣行を理由に安倍派の幹部たち5人組を切る、閣僚三役を辞任させるという動きになった。始まりは安倍派の一応幹部の塩谷隆座長が11月30日キックバックを認める発言をした。ここから記事の貼り付けです。11月30日安倍派、ごめんなさい、自民党安倍派塩谷隆座長、質問、ノルマを超えた分は議員に戻した？そういう話はあったと思いますね。しかしそのわずか5時間後、精査していない状況で発言をしたと撤回した。改めてこの発言について問われると、あれはいろいろな質問の中でそういう状況があったのかなと思っておりますが、事実関係把握しておりませんので後ほど撤回をしたわけです。記事転載終わります。副島貴彦です。今日12月14日の最新の新聞記事を1本だけ載せる、残りの記事は後ろの方に5本ぐらい長いが載せる。日経新聞12月14日、松野博一官房長官ら安倍派4閣僚が辞表提出、午後に交代。副島貴彦です。岸田首相の次の首相の座を安倍派99人を背景にして狙っていた見るからに悪の萩生田光一政調会長も辞任した。あと残っているのは岸田首相の隣に池シャーシャーと女政治家代表の顔をして座っている高市早苗である、安倍晋三の盟友である、松下政経塾の2期生である、司教会系の大姉子である。鬼のような眉毛がつり上がった顔のあのまま岸田の隣に座っている。彼女は安倍派を出ているが、まだ来年9月の自民党総裁選に出ると息巻いている。今度の政変劇はこれまでの政界構想とは質と濃さが、濃度が全く違う。これはただの自民党内の派閥構想ではない。岸田の宏池会、吉田茂の系統が清和会、日本右翼の議員たちの集まりを追い詰めて勝利したというような小さな話ではない。世の中ではあっぱれ岸田がやりよったというような床屋政談レベルの話ではない。この政変あるいは政局には日本の国家総体としての大きな決断があったのだ。ただ単に法務省、検察庁が安倍の内部からの垂れ込み、証拠の提出があったので動き出して安倍派の幹部たちを追及して政治資金規正法の違反で刑事罰を与えようということだけでは済まない。法務省、検察庁、さらには最高裁もだけでなく、各省の官僚トップたちと財界、経済界、さらには天皇家、皇室の意思までが大きくまとまって統一教会、安倍派を日本の国家体制から排除、切除するという決断のもとで動いている。
丸一の反共右翼、その中心は統一教会の会員60万人、ではない丸二の温厚なる保守の者たちが大同団結して、丸一の統一教会をカルト宗教団体であり、これ以上日本の社会を宗教汚染させるわけにはいかないと高度のところで判断した。それに対して安倍派だけではない裏金を配っていたのは岸田政権そのものが危ないと今もあがいて、岸田の派閥もやっていると書く者たち自身が本当は日本のテレビ新聞の中に潜り込んでいる統一教会の信者活動家である。評論家や新聞記者、研究員の肩書きをしている。統一教会は世界基準ではムーニーという、創業者の文鮮明、ムーン・サンミョンの頭文字が付けられた英語名だ。アメリカ帝国の首都ワシントンの政界までも激しく汚染している。ビクトリア・ヌーランド国務省次官アンダーセクレタリーが公然たるムーニーである。ドイツ外相の女、カナダの外相の女、ポーランドの閣僚たちなど公然とこのムーニーである。みんなはとてもそんなことは信じられないと言うだろうが、ヨーロッパ諸国の政府までもこのように潜り込んでいる。世界中の政府や政党に潜り込んでいる。真に恐ろしいことだ。だから日本にもこうやって政治家安倍派にたくさんいるのだ。創価学会500万人ぐらいの中にも2割ぐらい統一教会が潜り込んでいる。公明党の県議とか市議の中にいる。だから公明党が恐れをなして統一教会を公然と非難しないでここまで来た。そしてついに怒って岸田首相と山口夏夫公明党委員長が自公連立政権として連携して今度の動きに出た。立憲民主党の泉健太と国民民主党の玉木雄一郎の2人の代表党首もどうもおかしい。統一教会の色がついている。野党の議員たちの中にもたくさん統一教会員が潜り込んでいる。だからとても健全な野党勢力として自民党に取って代わる政権など今や作れない。野党も一度解体して一から作り直さないといけない。個別には能力のある野党議員たちがいる。それから日本の労働組合の総本山ナショナルセンターである連合の会長をしている機械な女、吉野智子も統一教会員である。この女、前繊維同盟女皇上がりを育てたのは強固な反共主義者の松下正敏という統一教会の学者、立教大学の学長もした労働組合の教育所の富士社会教育センターで吉野を手塩にかけて育てた。松下は教祖の文鮮明に私塾して、私塾というのは直接に教えは受けないが密かにその人を師と考えて尊敬し模範として学ぶことだそうです。私塾して統一教会の関連組織世界平和教授アカデミーの初代会長だ。日本共産党の労働運動への潜入を許すなを信念と標語スローガンにして、ついに日本の労働運動までも統一教会が乗っ取った。この狂った反共右翼の者たちを何とかしないと本当に日本国の危機だ。大手新聞社の中で産経新聞、富士産経グループは明らかに統一教会の巣窟である。記者たちの中に公然と統一教会の者たちがいる。私は昔産経の正論という言論誌に書いていて追放されたので、これらの事実をよく知っている。産経新聞と仲がいい笹川財団、英語名笹川ファウンデーションが日本の会の資金源となっている。日本財団と東京財団に分かれている。の会の議員たちも大きくは統一教会の別動隊だ。創立者の笹川良一が前前は黒シャツ党として生前は相島先生は、親指と人差し指しかタイピングの時に使えないと以前おっしゃっていまして、4本指でやってらっしゃるんでね、タイプミスっていうんですかね、タイポって言いますよね英語でね、そういうのが多くてねちょっと読みづらい
初めての方はね読みづらいかと思うんですけど、押し読みをしてください。創立者の笹川良一が生前は黒シャツ党としてイタリアのムッソリーニの真似をし国粋主義者だったが、戦後やっぱり岸信介、統一教会の教祖の文鮮明と盟友たちと一緒に世界反共同盟、WACワールドアンタイコミュニストリーグを1968年に創立している。朝日新聞のこの10年間での変質と思想変更がひどい。2013年から安倍晋三が首相に返り咲いて7年8ヶ月間の長期首相をした2020年9月まで朝日いじめがひどかった。日本の左翼リベラル勢力の牙城だった朝日は人事を内部から握られて安倍晋三の言うことを聞く役員や記者たちに変貌した。朝日の凋落は恐るべきものだ。さて、岸田首相が腕組みして空を仰ぐように目を閉じて思案し、ところが顔つきが少し明るくてにやりと笑っているようにも見える写真が写っている。これをここに貼って皆に見せることが大事だ。まだまだ先生のお話は続くのですが、今日はひとまずここまでにします。また次回をお楽しみに。または待ちきれない方はどうぞ副島貴彦の学問道場重たい掲示板へ先生の文章を読みに行ってください。さようなら。これが自分の務めであると思い定めています。